まあ、チャビとかね、あのポセオグルド強いとか相手にどうできるかだからなぁ。チャビプレミアいたらやばいと思ってるんですよね、僕。バルサの戦力でね、相手になるのがね、マドリアとシコぐらいだからいいけど。リーガー監督してやりやすいんじゃなくて、戦力が相手と差があるとやりやすいんですよ。とか自分の方が有利だとね。当たり前のことわざと言ってるけど。カンセルうまっうわぁクラシック用の戦術なんだけど、これ来週もやってほしいよね、これね、カンセルウィング。 カンセルウングは、やり続けたらもっと良くなると思いますけどね。クラシックで初に、初めてやるには超級大点だと思います。ロメウのいいところは平均的に安価な役割こなせることと多分いい人めっちゃ。ルマイが見てると。いやなんか真面目に粛々と何て言うんですかね、必要なことやってるこの、うん、なんかこう、サラリーマンの悲哀みたいなの,のは、ロメウに感じますけどね。そう、ベリンガムの,あの悪さが、悪さが横に触れないからよりそう出なかったっすよね。唯一の悪さ。横スライドの守備が遅れるっていうね。 そうでもニコもね、長く使ってたらもう、やばいぐらいもう何も分かってねえな選手だったのかもね、分かんないけど。クーマン時代はそう見えなかったよね。ブスケツもデコも評価してたよなぁ。だから前に潰しに行く守備をよ、後ろがずれてないのやっちゃったりとか、なんかその、前の守備強いけど、バランス取んのが苦手だからニコって。だインサイドハウ型なのは分かるんだけどっていう。そうでもね、もう今の目をダメっていうのはもう、言ってもだからな早めに言ってたしな そういうなんかまあ、だから補強って結果論じゃできないから、だから本当にあの時ロメウイって言ってすいませんって言ってた方がいいよ、みたいな人。で、そういうのも、そのロメウイって言ってた人たちがバルサの補強部にいるわけで。そうそう、いい言ったらまあバルサって本当そういう訴訟のチームですからね。だからそういうことですよ。全員がロメウイ違うだろうって言ってたわけじゃないからね。多分も普通にもう、ある程度はギュンドアンカーやっていくしかないですよね。ギュンドアンとデヨングで。 で、あとはもう、ターンオーバー要因と、で、カップ戦とかそういうところで使っていくしかないっすよね。取っちゃったんだから。今回は今、ロメオよりもロメを出す前に、普通にね、右ウィングやまるで左カンセロに回してもよかったしね、ジョアン・フェリックス残すのも全然よかったし、普通にあの、途中のロメオ入れる交代のところで、そこで点取らなきゃいけない状況で入ったよな、リーチ1で。別に守備固めするために入ったわけじゃないもんね。マジャから上がってくる選手中盤。まあ、だって、あれですかね、フォワードは本当だって一番、守備が、 厳しくなる状況で一番みんなが守ってくる点取んなきゃいけないから。あと、なかなかそこにすごい選手が上がってくるってないでしょってなると、残りはね、ウィングか中盤になるっていう感じじゃないですか。だかこう、フォワードと、あの、センターバックってかなりフィジカルが重要になりますからね。だから、パルサの保険もそうじゃん。あの、チャビがね、組んでと洗う方でダブルビースだっつって。まあ、基本的にね、ディフェンスラインは、肩を上手い人で、あの、センターバックは肩を強い人で。両サイドバック、片方は上がる上手い人、肩はバランス型、みたいな。 で、両イングはめちゃくちゃうまいくて早い2人みたいな。で、フォワードはめっちゃ点取る人を外国から取ってきて、みたいな。中盤は自家生産で、わけわかってるうまい奴らを使う、みたいな感じですよね、悪ル,ルサの資金でね、取れないから。で、チャビが2個気に入ってないから、ね、誰か安価にコンバースとか。でもチャビだと変なあのコンバートしそうだけどね。今日に関してはその、まあ、横にね、揺さぶんないにしても、悪さが、 どうしても、アラフを使った上でのビルドアップでね、ウィングも高い人、まあだから、いつも質でやってるところを質だけじゃ解決できない問題が出てきたときに、そのまんま何か起これって待ってるだけになって、そういう、じゃあもうこっちで動くかってなったときに、そこじゃないっていうことはしちゃってるっていう。で、マドリーは何か起これの質で何か起こせる人がいたっていう感じです。そういう、 もう、ただの個人対個人みたいなところが、もう目につくだけだから、ちょっと寂しいっていう人たちは増えるだろうね。だからこういうとこ日本人入ったらまた変わるだろうけど。デバンドスキーも一番いい時からしたら衰えてるかもしれないですけど、僕はそんなにわかんないのと、普通にフェラントーレスとはちょっと格が違うと思います。っていうか、バルサの前線の中でも、サッカーの上手さが違うから、相手の圧が強い中で。で、デバンドスキーいうとターゲットマンにもなるし。 だそこにクロスを入れられる形とか、揺さぶりながらウィングが仕掛けられる形をチャビは用意できないから。そう、だからまあ、でもそれでもね、一応戦力差があるとはいえ優勝してたりとかいろいろ、クラブ内でのね、なんかそういう、なんかこう、確固たる地盤みたいな気づいてるから、まあこういう感じで楽しむ人が楽しめばいいんじゃないかなっていうには思ってますね。うん。だあとはチャンピオンズリーグとかね、そういう相手強くなった時に人か向けれるのか、人か多分向けないと思うから、謝る覚醒とかそういう、 すごい選手たちが怪我しないで集まってるかどうかみたいな感じだね。あれがこうやってこうしたからこううまくいったんだみたいなのは、うん、期待しない方が逆に楽しめると思うなそういう苛立ちを持ってバルサミンのもきついだろうしね。そうだからまあ今後もバルサもレアルも質楽しんでってね、いけたらなっていうふうに思いますね。でもあの、バルサとマドリーの差って、マドリーはその守備の時とかクロス対応の時にロックはしてるけど、 ディフェンスラインの前に戻るのめちゃくちゃ遅いんですよ。なんなら戻る気すらないみたいな。まあそれも,も見かねて、ちわめに途中から出てきたのかもしれないけど。バルサは技術的に高い水準の選手たちが、ちょっとチームとしての精神があるっていうか、結構そこってバルサとマドリーのアイデンティティっていうか、アイデンティティフィロソフィーか。の違いじゃないですか。哲学の違いで。マドリーはこう、その選手個々の質のアドリブでねじ伏せるって感じで、バルサは個々の質をチームとして運用してどう強くするみたいな。 まあ、クライフの頃からなのかなそういう、なんか、旗のもと戦ってる感じがするじゃん。だから、ビルドアップ全然うまくいかなくて、ワンチャンカウンターみたいなばっかりやってるんだけど、守備でしっかり中央でブロック組んで、ボランチもちゃんと戻れる選手戻って、クロス弾き返す。だから、マドリーは遠距離攻撃頼みになって、カルマールとかサイドバックだから右高い位置取っても別に違い作れないし、ね、左はビニシウスに対して、アラウフォープラスもう一枚で対応できるから、 本当、チャビはもう褒めるとしては本当、守備の監督だと思いましたね。チャビのこと締めおねだと思ってみたらめっちゃいい監督かもしれないですね。チームを一つにまとめられるみたいなね。あそうそうそう。チャビがね、相手チームの監督だったら絶対試合がアンチフットボールだ。我々は勝ち与えしたっていうようなサッカーでしょ。そう、チャビのこと締めおねだと思ってみたらめっちゃいいサッカーしてますね。そう、守備が良かった。ブスケット、チャビね、アル,アルメリア戦でしょ。あれ、何のこと話したんだろうね。選手揃った後でコって感じだよね。 あと、クンデがちょっとプジ,プジョルミが出てきたっていうか、めちゃくちゃなんか盛り上げてましたね。クンデがあんな戦士みたいな感じになる。っていうかさ、いや、ほんとあれ、チャビってさ、弟長男にする能力すごいよね。デンベレもそうだし、クンデもそうだけど、なんかこう、ファイターにするじゃん。あ、あの、あれすごいっすよね。そうだから。 次はフェラントーレスかなってちょっと期待しちゃいますよね。だから、<laughs> チャビできんのそれなんだっていう。<laughs> チャビに世間がさ、求めるイメージってなんか、こう、知的なビルドアップでネクストペップみたいな感じで実際にやってることはシメオネなんだよな。アルダトゥラン使えてたのシメオネぐらいですからね。いや、だからそうなの、ね、チャビオネだったんだね。いや、だから、ね、スピリットメーカーなんでしょうね、チャビは。そう、チャビに求めるのそれじゃないんだけど、もう、俺らが悪いんだよ。だから、俺らが、 選手の頃のチャビをそれに落とし込んじゃうから、チャビはなんかビルドアップしたいんだけどね、いまだに多分。でも絶対それじゃないっすね。向いてないっすね。バルサの監督じゃなかったらもっと評価されたよ。ただ、バルサの監督だから、強硬的なマネジメントができる感じするよね。チームじゃなくて選手をグレードアップさせる監督なの。そう、だから逆に自分で考えられる選手と揉めてるイメージあるよね。その絶戦にはなってないけど、絶対なんか思うとかあるしね。多分ブスケツとか、あの、ピケとかさ、あと出てった選手はデストとか。 セルジオベートのスカイとか見ると。思考力は低いけど、みたいな。牽引力はないけど、質があるみたいな選手に、牽引力つける。いや普通そっちの方がむずいけどね、うん。OB じゃなかったらもう解任されてるだろう。バルサは OB でできてるチームですから、ね。だからそれは思ったんですよ、今日、本当に。結局、あの、同じスター選手同士の対決だけど、あの、バルサの方がチームとしてまとまって守れてるんですよ。で、あの、チームとしてのまとまりを出せるのって、やっぱ OB 監督なんですよ。畳まれていいのが来たときあれできなかったから。なんか舐めるんですよね。 お前バルサの哲学知らねえだろみたいな。なんかそんな感じになるんだよね。え、ね、まあリーガー主義だから解任されてないっていうのはありますよね。まあ任命責任もあるしね。ちょ天才軍師かと思いきや、まさかの当初タイプ。いや、OB はでかいですね。あのね、何がでかいって、監督の方が選手よりちゃんと偉いっていうのがでかいです、ね。前さちょっと言ったけど、選手の方が給料もらってるじゃないですか。で、選手の方がお金生み出すじゃん。それはグッズとかそういうタレントとしてチームにお,お金をもたらすみたいな。プラス、 選手の移籍金は監督の移籍金と違ってちゃんと発生するじゃん。ってなると、この構造上、どっち偉くなるかって選手なんですよ。オーナー側からしたら。選手がへそ曲げて出てくって言ったら移籍金取れなくなっちゃうからね。足元見られちゃって。え、だってもう使わないですよねって。でも監督がへそ曲げたって首切ればいいだけだからさ。なんだけど、それでも監督が偉くないと、マネジメントって成立しないじゃん。だって、わがまま言ったらその人の言うこと聞くようになっちゃうから、チームが。崩壊するんですよ。 じゃあそこどうするかっていうと、いや、この人がボスだから、ちゃんとこの人の言うこと聞けよっていう組織構造しなきゃいけない。ってなった時に、バルサだと、OB の言うこと聞けよってなるからね。どっかの監督呼んで、トゥエルのこと呼んできてさ、トゥエルの言うこと聞けよってな,ならないじゃん。トゥエルじゃなくてもいいってなるから。でも、チャビの場合は、チャビじゃないといけないって今なってるじゃん。チャビで成功するんだっていう。それがでかいよね。そう、だからビッグクラブを引き入れる監督は、この人のことを裏切れないっていう。自分の方が偉いって、 価値的に気づいいてる選手たちが、いやでもこの人がボスだなって思わせる人間としてのパワーだったり男としてのパワーが必要でそれがまあジダンとかクロップとかアンチェロッティとかメリハリつけてふざけられるとかこの人といると楽しいってなるようなだからこいつの言うことは聞かなくていいなって思わせるような組織に飛び込んじゃったり、まあ、そういう人間としての格みたいな、まあ、こういう時に大体ねみんなの頭の中に思い浮かぶ人って 多分限られてるんだけど、<笑><笑>まあそういう人だとビッグクラブやっぱ無理だねってなりますね。あ,あ、ファーガソンもそうですね。うん、まあファーガソンはどっちもだあったけどね。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。ヨーソフトでした。バイバイ。